こんにちは。ミニはここでまた暴れてます。ところで、いまだに歯磨きで悩んでいるミミのママさんですが、長男のお嫁さんが熊笹を使った健康食品の会社に勤めているので、ちょうど熊笹を使った犬用の犬用猫用の口腔スプレーというものをサンプルを送ってくれました。これです。これです。それで使用方法を見たら、動物病院向け用商品っていうふうになってるんですけれど、ペットの口を優しく開けて1日に3回左と左右の歯茎や歯に適量スプレーしてくださいと書いてあるんですね。ちょっとこう薬品臭いような感じの匂いがしますが、問題はですね、この優しく口を開けてですね、歯茎にスプレーさせるというところなんですが、まず唇を上に唇を上にベロッとめくらせてくれないという、そうしようと思うと、こうやったらね、こう遊びながらこうやってめくれるんですけれど、甘噛みしてくる時に向けてスプレーすればいいんでしょうけど、こうするとこういうふうにするとですね、歯をむくというか噛みそうな感じになるので、それがまず一点難しいとこなんですね。スプレーするから歯磨き用になるらしいんですけれど、それが一番うちの子は難しいところかなと思ってます。なんかサンプルがいくつかあるようなので、うまいこといけばもう少しもらおうかなと思ってるんですけれど、なんせこの人この上の唇とか下の唇とか、こらめくらせてくれないんで困ったものです。今これはですね、ぼちぼちお腹が空いてきてですね、私にダダをこねてるところです。って言ってもまだ3時半なんですよ。12時にお昼ご飯を食べて、今日は牛肉少し、細かく切ってあげましたけれど、お昼に食べてるんです。3時半じゃお夕ご飯はちょっと早すぎでしょね。もうちょっと我慢しなさい。こうやって噛んでる時にうまくスプレーできればいいなと思ってるんですけど、難しいですね。と、いまだに歯磨きで悩んでいるミミママでした。それでは失礼します。